立花聖子は日本のプロレスラー。2015年、W-1 が設立したプロレス学校、プロレス総合学院の一期生として入学。2016年3月に卒業記念試合でプロデビュー。その後、W-1 の若手育成大会、レッスル -1 スターティングポイントの第7回大会に同期のトン・ショ・シンともに抜擢され、 W-1 本戦シリーズにも合流を果たす。8月6日、トンショからプロ初勝利。8月27日に藤村公平から勝利を挙げ W-1 本体選手から初白星を挙げた。2016年11月12日に旗揚げされたプロレスリング ACE の所属選手となる。2017年8月11日、 レッスルマイナス -1 高楽園ホール大会で小玉祐介、足野翔太郎と新ユニットアンファンツテリーブルを結成するとキャラクターもファイトスタイルも一新。極悪ヤンキーを標榜するスタイルとなる。レッスルマイナス -1 リザルトチャンピオンシップタイトルマッチで伊藤隆則から勝利して三代目王者となるも、9月2日の横浜文化体育館大会でリマッチ権を行使した伊藤に敗戦してしまい。 大座転落後日、リマッチ権を行使して10月8日の兵庫県、神戸三宝ホール大会での再選が決定した。9月21日、伊藤貴則と共に10月1日付で、これまで所属していた、プロレスリング ACE からレッスルマイナス1への所属になることが発表された。10月8日、神戸三宝ホール大会のメインイベントで、 伊藤のリザルト王座にリマッチ権を行使して挑んだが、惜しくも敗戦。10月9日、ジェン、スポーツパレスでのプロレスリング ACE ボリューム7に出場し、同団体からの卒業試合に出場した。対戦相手は、旗揚げ戦からの因縁がある、荒井健一郎であったが、前回の対戦と違い形容されることなく奮闘し、最後は、得意技のシルバーロックでのギブアップ勝ちでリベンジを、 はたし因縁に終止符。ACE でのラストマッチを、優秀の美で締めくくった。10月21日、茨城、霞ヶ浦文化体育館大会にて黒潮イケメン、二郎&、土井隆熊、五郎の保持するは世界6人、タック王座に足野と小玉とのトリオで挑戦して勝利し、第60代トリオ王者となる。2018年5月6日、後楽園。 ホール大会のメインイベント終了後に、足のに行動を促されたドランクアンディから、ドリラーホールパイルドライバーを喰らい、直後にドランクのマスクを脱ぎ捨てた荒井健一郎から罵倒され、アンファンツテリーブルを追放された。5月13日、埼玉カスカベフレアイキューブ大会にて右腕を骨折してしまい、長期欠場中であったが、8月11日の後楽園ホール大会にて、 同じく長期欠場中だった稲葉大輝と共に9月2日の横浜文化体育館大会での復帰をリング上で発表した。2018年9月2日、横浜文化体育館大会にて復帰するも3度、同じ箇所の負傷で欠場を余儀なくされてしまう。この頃からイケメンとの因縁が勃発すると、お互いへの罵り合いや試合など、うよ曲折を経て、互いを認め合うようになり、 タックを結成したり、コラボ T シャツ発売など、翌年3月に、イケメンが W-1 を対談する際には別れを惜しんで、涙を流すほどの信頼関係を築くまでとなり、メイコンビぶりを発揮した。2019年6月2日、後楽園、ホール大会にて開幕したレッスル -1 グランプリ2019に副社長の近藤修二推薦枠で、初出場。 事前の抽選で一回戦の相手が、かつての死でもある、足野翔太郎に決定した際、足野からは、開幕前までは相手にされていなかったものの、本番では、気迫と、闘志溢れると高いを見せつけ、破れはしたもののヒールに転向してから何かと現れる、ことも多かった、これまでのイメージを全て払拭するかのような拍手で、観客からも、対戦相手の足野からも評価された。試合後には、 アシノから、もう一度ユニットに戻るかと呼びかけられたが、ユニット入りするよりも、自分の力で這い上がってみせると誇示し、今後の飛躍を誓った。6月11日、新規バファーストリング大会にて、河野正樹とアレハンドロの保持するレッスルマイナス1、タッグチャンピオンシップに近藤とのタッグで挑戦。右足を負傷しながらの戦いになるも、要所要所で、近藤のアシストや、 好連携を見せると、最後は必殺のエビス落としで、アレハンドロから3カウントをダッシュして勝利。第18大択王者となる。8月1日の後楽園、ホール大会にて行われる予定だった、防衛戦の次期挑戦者に、アシノを指名すると、試合や場外乱闘など再びアンファンツテリーブルと因縁が勃発しそうになるが、7月後半に首の負傷で、 長期欠場を余儀なくされてしまったため王座を返上。レッスルマイナス1が活動停止のため2020年3月31日付をもって選手契約終了となる。レッスルマイナス1対談後は DDT プロレスリングや全日本プロレスに参戦している。全日本プロレスではガオラ王座をめぐる争いで因縁のあった吉シツ、キングダムの吉シツに翻弄されるようになっていく。 岡田雄介とのシングルマッチを突如、壁ジェラコントラ壁ジェラマッチに指定され、結局試合に敗れてしまうと、勝者の岡田ではなくなぜか、吉達に髪を切られるなど、これまで以上に吉達のペースに振り回されていくようになる。ACE 所属時代入場時の立花デビュー以来、しばらく、プロレスリング ACE では、唯一の黒いショートタイツであった。2017年8月より、 オレンジ色の模様入り黒ショートタイツ。見た目もキャラクターも一新し、時折市内などを使ったラフファイトを駆使するようになった。得意技はシルバーロック、ドロップキック、ランニングエルボー。ヤンキーキャラクター転向後もメンチなどのパフォーマンス以外は比較的オーソドックスなファイトスタイルである。ありがとうございます。